こんにちは、シンガーソングライターの有崎凛です。今日はスタレイキッズさんの、ケース143を略称していきたいと思います。イエイはい、今回ファーストテイクで初めてストレイキッズさんを私は知ったんですけれど、歌唱力と歌声がやばすぎてびっくりしすぎて、ちょっとやってみたいと思います。いきます。こう日本語も堪能なのでなんか嬉しいですよね。はい、もう最初からめっちゃかっこいいですよね。なんかラップ調みたいな感じで、タラタタタタラタタタタタラタタタラタタタタタタ、この拍数でずっとあの刺激的な大問題のところまで歌われてますよね。でファーストテイクの一番最初の方で、皆さんが自己紹介してくれるんですよ。誰々です、誰々です、誰々ですって、もう名前をあのこうちゃんと自分一人一人が言ってくれるから、あの初めて見る自分たちは本当に分かりやすくて、あ、この人がこの人なんだとか思いながらあの動画を見れたのですごくあの楽しかったです。はい、行ってみよう。次さっきのブーンみたいなとこありましたよね。君には偽りのないノーキャップみたいな、ブーンみたいな、ここでなんかどういう風にやってるのかわからんねんけど、もうすごいブッブーンみたいなベース音をこじれ作ってるみたいな感じ、そういう感じの音が聞こえてきて、いやすごいと思って、これこそがちゃんとラップですよね。ラッパーなんかな。いやめちゃかっこいいですね。あのメガネもすごく似合っててかっこいいなって思いました。はい、ここも言いたいことがあるんですけど、バンちゃんさんの、抑えきれないエモーション、抑えきれないの A がほとんど聞こえないんですよね。これ、抑えきれないってやっぱり、もう抑えきれなくて衝動が、もう、出ちゃうみたいな感じじゃないですか。だから、抑えたいけど抑えられないみたいな、その、抑えきれないの A をちょっと、こう、潰して、抑えたいけど抑えられないんだよみたいなところを表現してるんかなとか、普通にちょっと間違えちゃったのかなみたいな、どっちかなとか思いながら、いや、でも、潰してるような気はしますよね。はい。うん、この手を上げのところは低い声の方がいつも歌われてるんですけど、このね、この曲ってすごく最初はまあ普通ぐらいの音域の人が歌うじゃないですか。その次はちょっと低くなって高くなって低くなって高くなってみたいな感じで、かなり音程で遊ばれてるような感じがするんですよね。こっからもうこのサビ、もう私初めて聞いた時、え、ほんまにこれ歌ってるみたいな、ほんまにこの声が地声というかこう口から出てるんですかって思うぐらい、いやすごい低くてかっこいい歌声やったんで、はい、この後も楽しみましょう。やばくないですか、歌唱力。そして一番最後のウィンクいや、なんでこっち見るの、めっちゃかっこいいんやけど、このメンバー皆さん歌った後に結構チラチラこう見てくるんですよ。もう目合っちゃうじゃないですか。いや、やばいやんみたいなベースみたいな、なんか洞窟ボイスって言われてるらしくて、調べたんですよ、かっこよすぎて。いや、やばくないですか。誰が一番なんか好きかなとか思いながら見てたんですけど、今回この皆さん歌ってる声も顔も全員がかっこよすぎて選べないですよね。いや、本当にかっこいいなって思いました。で、この低音ボイスやばいですね。ちょっとこの後も楽しみです。この低音の後に透き通った歌声のリノさんが歌う、これがなんかもうね、この差が最高ですよね。うん、この後もずっと差が最高なので、私本当に今回初めて、他の曲も知らなかったけど、この曲ほんまに昨日と今日だけでほんまに30回ぐらい聴きましためっちゃかっこよくって、他にも MV とか
見させてもらって、結構私黒髪とか茶髪ぐらいまでの人がタイプやなって今回見てて思ってたんですけど、まさかの今回金髪やった人が黒髪とか茶髪やったりして、今黒髪やった人が金髪やったりするんですよ。いや全員推しになっちゃうけど大丈夫みたいなはい、もうねかっこよすぎてちょっとかっこよかったはい、リーダーですよね。この笑顔で歌われてちょっといい最後のハーもかっこよかったかっこいい。かっこいいなあ、低い。ここ今さっき歌われた、ヒョンジンくんですね、ヒョンジンくんのところはその前はもうちょっと声が高めの方が歌われてたんですけど、今回ヒョンジンくんのちょっと低めの歌声でボイスでアトラクティッドみたいな感じでめっちゃセクシーボイスですよね。同じ歌詞でも全く違うような歌声の方が歌うとまた全然違ったように聞こえてきて、本当に楽しい曲やなって思います。透き通った歌声のリノくんが歌うので、またこの高低差が最高っていうところですね。本当に今結構通して聞いたんですけれど、チャンビンさんのラップめっちゃかっこいいですね。ラッパーですねよね、やっぱり。いやーすごい、すごすぎる、もうすごいとかの言葉に収まりきれないぐらいすごくて、いやもうどうやって表現したらいいかわかんないんですけど、かっこいいですね。今はもうすぐ歌われるリノくんなんですけど、私調べたんですけど、ダンサーということで、もともとは歌唱力が低いということで一回脱落してるっていうのを見て、その前提で見ても、全然歌唱力 やばくないみたいなすごい努力されたんやなとか思いながら見てました。でもちろんMV 見た時にはもう本当にダンスもかっこよすぎて、いやもうこの8人もうやばすぎるって思いながら見てます。聞き通ってる、これ見たの最後のかっこよかったんですけど、途中でこの何だったっけ、上着をこうやるんですよね。こういうところまで完璧ですよね皆さん。もう全部計算し尽くしてるやろみたいな。私なんか好きなんですけど、さっきのところのフォーリンのところがあるじゃないですか、最後のそこのところのリノくんの口、フォーって下唇を噛んでフォーってなんかちょっと震わしてるんですけど、その顔がかっこよすぎて、いやそれだけなんですけどかっこいいなって思って皆さんそう思いませんかはい、このスンミンくんもかっこいいですよね。もっと好き。この裏声。ああ、かっこいい。歌唱力高すぎます、ほんまに。さっきのとこ。かっこいいっていうのも顔だけじゃなくて歌声だってダンスだって全部がすごすぎてかっこいい。
いや本当になんか私が知ってる男の子じゃないみたいな男の子と一緒にしちゃダメですよね。あのうん、なんかやっぱり私全然まだ韓国の、アーティストさんとかをまだ知れてなかったんですけれど、やっぱりすごすぎますね。知らなかった、こんなにかっこいい方たちがいるっていうこと。本当にファーストテイクさんには新しい素晴らしいアーティストさんと出会わせてくれてもう感謝しかないですし、本当にもういつも楽しみにしてます。今回はストレイキッズさんのケース143を、あ、143じゃない、143をリアクションしたんですけれど、もう本当にかっこよかったので、ちょっと他の曲とか MV とかも、見たいなって思ってます。今度また2曲目がファーストテイクで出るということで、すごく楽しみにしてます。よかったらおすすめの曲とか教えていただけたら嬉しいです。はい、それではもうちょっと胸いっぱいなんですけれど、今日はこれで終わりになります。Twitter、インスタ、YouTube、よかったらフォローよろしくお願いします。それでは、最後まで見てくださってありがとうございました。シンガーソングライターの有崎凛でした。バイバイ。